台風9号なんですけれども、はい、まあ、風もですね非常にこう強くなる恐れもあるということですが、こう海への影響というところもありそうですよね。はい、はい、まず台風の状況から見ていきたいと思います。はい、はい、台風9号の方なんですけども、だんだん目がはっきりしてきてまして、はい、発達しているということが分かりますですね。はい、で、渦の巻き方も周辺の雲がこういう形で反時計回りにこう回っていってますので、うん、はい、そうですね、中心の気圧が下がっている、そして風がこう広い範囲から中心に向かって集まってきているということが分かります。はい、その赤いところが4メートル以上、はい、そしてこのちょっとこうピンク色になっているところがありますね。はい、この辺が8メーターから10メーター以上、中心では10メーター以上というふうな、あの波の高さになります。はい、しけというな、あの、まあ、言い方しますけども、うん、まあ、赤いところはもうしけになっているという状況ですね。はい、ピンク色のところは大しけの状態になっています。はい、ということで、沖合ではそんなに高く見えなかったものが、うんうん、陸地、まあ、砂浜と考えていたりでもいいんですが、はい、そちらの方に来ると一気に高くなって波が崩れる、そういったあの性質性格を持ってますのでね、こういううねりに関しては非常に注意が必要だということになります。はい、今日西日本東日本に関しては晴れていますし、はい、直接のこう強い風というのは感じないかもしれないですけれども、うん、はい、沿岸部ではこういったうねりには注意が必要ということが言えそうですね。そうですね。はい、はい。